ごいよ、これ。これみんなほらほら。ねえ。クラスだけですね。あ、ほら。あそこなんかに、まあ、漁港のなんかあれが上がったんですよ、あのね、この。あ、そうですね。うん、スケルトンになっちゃった。あ、そうですね。ほら。すげえわ、これ。この三陸に入る、あのすぐ入った途端ですから、海から一番遠いはずなんですけれども、そこでもうあの漁船があの転覆したまんまで丘の上に上がってましたから、凄まじさが本当に伝わってきますね。あそこの上なんか海の V じゃない、あれ V かな、あんなとこ上がってんの。そうですね、 V ですね、ねえ、あの辺のビルなんて完全にスケルトンになっちゃってますもんね。 そのままダーンとぶち抜かれてるね。これね、テレビで伝わってくるもんとまたここに来たら全然違うもんがある。そうですね、病院なんかあの本当に4階までお水がね来てる、最後屋上に逃げてなんかね、そうですね、あれしちゃってね、皆さん誘導して窓の、鉄の枠というか桟がもう曲がってましたから、水の勢いが分かりますよね。ねえ、2ヶ月経ってこれはもうなんか手の施しようがないというか、ですからあの植物学者の方がもう瓦礫を取るなんて途方もないことじゃなくって、逆に土盛りをしてそこに植林をしちゃうと、あの松や何か木の根っこがしっかり瓦礫や何かをあの根でこう囲んで、あの育ってしまう。だからその方が逆に堤防よりも強くなるんじゃないかって、こんなすごいのっていう、もうこれね、やっぱりもう半年1年とかそんな問題じゃないですね。そうですね、本当にかなり長いスパンでね、見ないと本当それを感じました。でもやっぱり機械なんかじゃなくて、やっぱり人間がこれ一つ動かした方が早いんじゃないかしら。日本中の、お仕事のない方、ここに来ていただいて、みんなで手分けしてやった方が、今日この村、今日この町、今日この市っていうことでどん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 やっていった方が早いんじゃないですかね。それをもうどんどん動いてやってったもんね。絶対に日当で、はい、あんな機械でやってたって無理だと思いますね。今途中で見てたのもびっくりした。今いる中にいる方は全員家がないかって流されて、そうでした。今日はありがとうございます。皆さんお待ちしてました。そうです、ご見舞いに参りました。いやでもこれは大変だわ。もう2ヶ月半このままですか、そういう状態で。でも人数はだいぶ減ったというか、仮設に入ったり、はい、だいぶ。なんかここにいらっしゃる方は皆さんお家を流された方ばっかり、ほとんど全部ですね、今見てきました、凄まじい
そういうのが、なんとか命をこうして、ね、助かったというのが応援ね、長い、はい、長い意味で応援していかないとね、はい、でも大変です ね、 ね、あのこうしておいでいただいて激励していただくと力になりますので、はい、よろしくお願いします。お子さんはこう何人目ぐらいいらっしゃるんですか？そうですね、幼稚園と小学校で10人、中学生が10人ぐらいですか。あ、そうですか。いや、下にちっちゃい長靴とか、はい、靴があったんで、あ、お子様結構いらっしゃるんだなと思って。どうも大変でした ね、皆さんね、もう頑張ってくださいしか言えないからね。はい、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 そんな天使関白じゃないですか。ありがとう。皆さんのお化粧品足りてますか？いえ、ないです。じゃあ、お化粧品は、傘が重たいので、私の旅行用のお化粧品、皆さん、何名女性いらっしゃいますか、ここに。50名いらっしゃる。あ、そうですか。あとね、皆さん、お洗濯しなくても済むように、もう本当に絹のように柔らかい紙パンツがあるんです。それも持ってきましたから。はい、あとお子さんのために文房具と、それからこれから夏、今日肌寒いですけれども、夏の T シャツか、ちょっと上着持ってきましたので。男性何名ぐらいいらっしゃるんですか？60、60ぐらいです。じゃあ60、60ぐらい。男性少ないだったら私残りますよ。イランから来ました、ね、こちらはフランスだから。命かける非常の来て、ああだから、あ、もっともっと愛して。失礼しました。これパズルやってみて、これ持ってってね、あとパズルやってみて、開けてパズルやって、私を召したら、ね、キラキラした方がいい、はい、いいですよ、どうぞどうぞ。ね、大変だから。じゃあお化粧品、はい、はい、どうぞお化粧品。おばあちゃんが言ってたの？おばあちゃんが逃げろって言ってた？皆さんありがとうございます。あの瓦礫をどうしたら整頓できるか整備できるかって、もう気の遠くなるようなことで、本当に唖然としました。でも皆様が結構明るい顔してらっしゃるんで、ちょっと安心しました。沈着で、そして忍耐強く辛抱強くしてらっしゃる姿も、外国でも非常に高く評価されてます。で本当に日本の人が見直されたんじゃないかと思います、皆様のおかげでね。そういった本当に東北の方たちは偉かったなって思います。励ましあって、そしていたわりあって、そして、未来に向かって強く勇気を持って立ち向かってください。頑張ってください。
何人ぐらいの方がいらっしゃる？30名。30名。女性は何名？お洋服、これ何名ですか？夏服です。それ以外全部肌寒い。肌寒い。ちょっと。じゃあもうこれでいいですね。そうですね。で皆さんで分けてください。はい。ハンガー。それから。こちらもほんのちょっとで、あの水で溶かしてください。はい。マネージャーの五十嵐の本当屋さん。わかりましたね、使い方ね。こちらに書いてありますからね、はい、よく読んでください。バイバイ。それじゃあ、はい、どうも。どうも、はい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 、テレビで見るより若いよね。紙パンツです。あのすごく楽ですよ。とても1週間ぐらい持ちまして。捨てればいいんですから。好きなの選んでください。1、2、あーだから、あーもっともっと愛して。失礼しました。あれノート持ってこなかったの？お子さんなんか持ってきたけど。はい、どうもどうも。ないの？はい。お子さんいるんだからノート持ってきた。はい。松村さん、友稼ぎなんで、今日は。いやいや、今日働かしてこないとね、友稼ぎなんで。神さんのお母さんも亡くなっちゃったもんですから、二人きりなんで。あららら。犬もいるし。それはそれ。それなんでちょっと、今回デビさんにね、あれして。すいません、また来ます。あら、みんなこっち。はい、はい、はい。はい、どうも。気をつけて、はい、頑張ってね。今日はどうもありがとうございます。あっちゃん危ないから、どうも。はい、どうも、バイバイ。これは紙パンツです。
あのお吐きになってあの捨てちゃっていいですから。でもあの1週間ぐらい持つぐらい強いです、ね、全部私のサイン入ってるから。この人は変なイラン人で、わかるでしょ、ね、イランです。いらないまた来てくれるかな、うん、いいよ。じゃあタモリスラブ見せてあげますよ。本物のとあの偽物じゃないよ、本物の時はタモリストラップで。谷さんはあ、書きました、ちゃんと書いてます、はいはい、新野さんなんかしてほしいってなってるわけで、新野さん私ゲイじゃないです。ゲイないの？あの男ですね、女で。あのこの本2冊置いてきますので、あの皆さんで順繰り順繰り読んでください。はい、ありがとうございます。シールはお邪魔してすみませんでした。お元気で、仲良く分けてください。